火災予防の大切さを学んでもらおうと、保育園児がわんぱく消防署長に任命されました。放水や心臓マッサージなど、さまざまな体験に挑戦しました。せーの。園児たちがホースを持って消火活動に挑戦。子供用の防火服も身につけ本格的です。楽しかった。楽しかった、うん、阿南消防署で開かれた体験会。館内の保育園児28人がわんぱく消防署長に任命され、さまざまな体験を通じて防災意識を高めました。心臓マッサージや火災現場で使う重さおよそ15キロの空気呼吸器も着用。なんでこれやあんまり息できんかった。低い姿勢でね、煙の中に入り火災現場の危険性も学びました。よし、低い姿勢で、低い姿勢でしゃがんでいこう。前が見えなかった。お家へ帰られて、で、お父さんやお母さん、おじいちゃんはばあちゃんにそんな話をしてもらうと思います。なので、ご家族ぐるみで防火に努めてもらうっていう第一歩と、そんな風にもちょっと考えております。秋の火災予防週間に合わせた啓発活動、家族と一緒に防火への意識を高めるきっかけになりました。